覗き見とは悪趣味だな。男が生け花などとバカにしているんだ。ここで何をしている？部外者は立ち入り禁止だと聞いてなかったか？扉が開いてたら入ってくるわけか。まったく、つくづく頭のネジの緩いやつだ。残念ながら、華道とは品性のない奴には分かるはずもない世界だ。ふん、どうだかな。そこに座れ。座れと言ったんだ。思ったことを無意識に発しているとは、まるでガキだな、お前は。祖母に教わったんだ。花だよ、華道。厳しい祖母だった。幼い頃から毎日ここで花を生けさせられてた。遊びたい盛りの頃も関係なく、毎日毎日稽古を受けていた。祖母が満足するものができるまで終わることもできなかった。華道は弓道の一つだ。そこには教えがあり、学びがある。そうだ。華道では、花や木はすべて我々と同じく、命あるものとして捉え、その生命力をここに表現していく。つまり、生命の美しさこそが華道で表現するすべてだと言ってもいい。命あるものはすべて輝いている。華道を通してそう教えてくれたのは祖母だった。だが、果たして本当にそうだろうか。命あるものはすべて輝いている。歯の浮くようなセリフに聞こえないか。そんなの、ただの綺麗事だ。輝いてない命なんて吐いて捨てるほどいる。そうだな。例えば、近畿クラブなんてくだらないことにご執心な奴らとかな。そう考えてしまう俺は、つまり華道を分かっていないということだ。祖母は俺が中学の頃に他界した。華道はまだ教え半ばだった。
それ以来、俺は自分の作品がいいのか悪いのかもわからなくなった。羅針盤をなくしたんだ。やがて、俺は花を生けなくなった。今は、祖母の言った言葉の一つ一つを思い出しながら生けている。それでも、何一つわからない。くだらない話はこれで終わりだ。さっさと仕事に戻れ。何をふざけてる。まったく。ほら。話は終わりだ。さっさと仕事に戻れ。申し訳ないんですけど、これお願いできないですか？イソラ君に作ってもらったんで、急いでユズキの部屋に届けてもらえませんか？僕ちょっと急に生徒会に呼ばれちゃって。おかゆです。じゃあ頼みましたよ。入れ。いいから入ってこい。そこに浴衣が落ちてる。それを拾って。心配ない。あまり顔を近づけるな。さっさと出て。近づくと映るぞ。おかゆをそこに置いて出て行け。当然だろう。大丈夫。何か食べないと。
いいからここに持ってこい。お前はとんだおせっかい焼きだな。ああ。バカ言うな。そんなもん一人で食べられる。するぞ。うまいと言いたいが、味がよくわからないな。抜け。はあ、風ごときにこんな苦しめられるとはな。ま、これくらいの罰が当たって当然か。そんなので罰が当たるなら可愛いものだ。だが、そういうんじゃない。俺はきっと、極楽には縁がない。なんでもない。ダメだな。体が弱ると、感傷的になるようだ。サジを稼い。自分で食べる。いいから早く貝を救ってくれ。違う、自分で食うと言っただろう。平気だ、少し調子が戻ってきた。ほら、よこせ。やっぱり味がしない。イソラのやつ、わざと味付けしなかったんじゃないだろうな。しかし、思ったよりお前の手首は細いな。人の健康を心配してる場合じゃないんじゃないのか。サジを口へ。もういい、さっさと帰れ。本当に映っても知らないぞ。お前、俺が弱っているからって勝手なことを。
おい、おせっかいはもう。お前は学習能力がないのか。移るからあっちへ行けと。チッ。体の節々が悲鳴を上げてるようだ。まるで力が入らない。膝とか。何をしてる。極めて非科学的だな。逃げろ。し。死者は、かられ。死者。話にならん。全くもって論外だ。あなたの考え方は古すぎる。同じことを繰り返しても何も変えることはできない。新たな悲しみを生むだけだ。生意気な口を聞きよって、わしの采配ミスだったようだな。お前はこのまま
風林館で目を光らせておればよい。誰だこの小娘は。お前、この時期にこんな小娘を連れ込んでいるのか。まったく嘆かわしい奴だ。ますますお前には任せておけん。そんな関係じゃない。妄想はやめてもらえますか。言い訳なんぞ聞く耳は持っておらん。いいか、そもそもこの町では後を継ぐ者が。お前はもしかして、わしだ。ああ、わかった。それなら人をよこせ。それしかあるまい。わしも今からそちらに向かう。ゆずき、お前、蚊帳の外の人間とはいえ、立場はわかってるのだろうな。もちろんです。ふん。娘よ、お前とはまた会うことになるだろうな。どこから聞いていた？何の用だ？お前には関係ない。どこまで首を突っ込めば気が済むんだ。大体、なぜまたここにやってきた？おせっかいはやめて。さっさと仕事に戻れ。待て。その、少し言い過ぎた。すまない。なんだ、なんとか言ったらどうだ。謝るタイミングがよくわからなかっただけだ。今のは、俺の親父だ。村雲教授、この町じゃ知らない者はいない。いい意味でも、悪い意味でもな。おい。いや、いい。早く行け。まったく。
ダメだ、こっちにはいない。そっちはどうだ。いや、こっちには来なかった。となると山の方か。畑を突っ切っていったとしたら厄介だな。顔は見たか。いや、そこまでは。だがこの町の人間ではない気がする。よそ者か、いや、もしかしたら。静かにしろ。そうだ、そのままおとなしくしていろ。まったく、生け花の時といい、今回といい、お前は覗きが趣味なのか。いいか、大声出すんじゃないぞ。お前、こんなところで一体何をやってる。ここは女一人でふらふら歩くようなところじゃない。しょうがないやつだな。いいか、あいつらに見つからないようにここを離れるんだ。この建物の裏手の林から奥根神社の参道へと抜けられる。そこからは何事もなかったように風林館に戻るんだ。わかったな。おい、聞いてるのか。それ以上何も聞くな。お前は何も見なかった。俺とも会ってない。忘れろ。ダメだ。さあ、早く行け。お前が現れるとは意外だったな。お前こそこんな場所に現れるとは、あの男とどんな関係だ。まあいい、話は後でゆっくり聞ける。恨むなら、あの男を恨め。この俺のようにな。
花巻、俺だ。俺だ。大丈夫か？そうだ。怪我は？よかった。乱暴はされてないようだな。泣くな。今縄をほどいてやる。花巻。悪い。俺のせいだ。お前を巻き込んでしまった。多分、お前は関係ない。すまない。本当に。大げさだ。女に肩を借りるほど弱っちゃいない。こんな姿、誰にも見せられないな。特に親父には。は？どうしてって。烏丸さんが俺を呼び寄せるのにお前を利用したんだろう？だったら、俺のせいじゃないか。だから言った。お前を巻き込んだのは俺だ。ただ、それだけだ。それは、あいつが勝手に、俺がお前のことを。いや、それは、そうだ、誤解したんだろ。そうじゃないってのにな。たく、ほんと勝手に。あいだ！お前に全部知られたな。変な話だろう。死者は本当に存在する。この呪われた町に現れる。理由はわからない。だけど、それが現実だ。だから梅雨が終わると、俺たちは身構える。今年は何人蘇るのか。そして、探し出して、狩る。その繰り返しだ。知りたいか？
決して楽しい話じゃないんだぞ。それでも聞きたいのか。お前は、よく恥ずかしげもなくそんなことが言えるな。死者に塩をまいてから火を近づける。すると、その体が突然輝き出すんだ。そして、紫色の破片を散らしながら、天に向かって登っていく。まるで花が散るように、それは、美しいんだ。不謹慎かもしれないけどな。だが、死者は断末魔のような声を上げる。それが痛みを伴うからなのか、この世を去る悲しみからなのかはわからない。時に伝承や言い伝えは真実を含む。この場合、お前が知ってる死者伝説そのまんまだ。死者は聖者を殺める。殺めて生気を奪わないと、この世に存在することができないからだ。食欲と同じだよ。生気が薄れれば腹が減る。腹が減るから、人を殺めたい衝動に駆られる。この町では時々行方不明者が出る。それらは決して死者と関係のないものばかりじゃない。だから思想組が結成された。もう代々続いてる死者狩りのプロたちだ。メンバーに欠員が出るたびに成人の中から選ばれる。俺は23歳の時に選ばれた。ま、親父が組の長だから、生まれた時からもう後継ぎとして決まっていたことだった。死者は狩る者。これまでずっとそうやって教わってきた。英才教育に近かったかもな。なんたって、父親が父親だからな。だけど、その考えは一人の死者によって打ち砕かれた。価値観をぶち壊されたんだ。そうだ、つづりさんだ。死んだ人をいつまでも思ってる人がいる。カラスマさんのようにね。それはそれでいい。だけど、死を認めてあげないといけないんだ。そうしないと、いつまでも死した人をこの世界に縛り付けてしまう。だから、しっかりと別れを告げる。そして、残されたものは、残された時間を生きていく。死を追いかけてはいけない。追いかければ、死した人は帰れなくなる。俺はさ、死を認めない人の心が、死者を生み出してるような気がするんだ。なあ、一子。人間って弱いんだよ。俺たちは決して強い存在じゃない。も
ともと弱くて愚かな人間が本当の意味で自分を見失う時がある。それは孤独になった時だ。人は誰にも頼れなくなった時に人としての感情を失う。死者も同じだ。死者は孤独なんだ。生にしがみついている魂が死者として蘇る。だからその個室を取り除き、生への執着を終わらせてやる。そして死者を帰る場所に返す。それが思想組の本当の使命だと俺は思う。俺は親父とは違う。はいって、それだけか。俺がこんなに喋ってるのに。言ってる意味がわからない。何か誤解してるみたいだが、今回は俺のことにお前を巻き込んだだけだ。お前はどんくさいから、おとりにはちょうどよかったんだろう。そうに決まってる。それ以外に理由が見当たらない。さ、少し休んだら体力も戻ってきた。もう行くぞ。こんなところを誰かに見られたら、いろいろと誤解されかねないからな。俺は裏から入るから、お前は正面玄関から入れ。わかったな。星に願いなんかかけたって何も起こらないぞ。いつの間にって、ここは俺の家でもあるからな。隣、座ってもいいか。うん、なんだ。じゃあな。なんだ。都会で見る夜空と違うだろう。プラネタリウムみたいだろう。都会から来た奴はみんなそういう。こうしてずっと夜空を見上げてると、意外と流れ星も見つかるもんなんだ。ほんとだよ。あ、ほら、今、流れた。不思議なんだが、人って見えないと明かりをつけようとするけど、逆に明かりを消さないと見えないものもある。何でも物事は一方向から見てはいけない。だから俺は常識というやつが嫌いだ。なあ、この言葉知ってるか？常識とは、
偏見のコレクションである。忘れた。なんだよ。俺はユキみたいに賢くないからな。そこまで期待されても困る。で、お前の兄貴のこと、何か分かったのか？そうか。はあ？俺の？あ、いや。そんなことない。お前が何もできないなんて、そんなことはない。俺が一緒に探してやる。探してやるから。お前が何もできないなんて言うな。何か一つきっかけが見つかればきっと大丈夫だ。心配するな。俺が何とかする。イチコ、ふざけるな。そんなの、こっちのセリフだ。俺の知ってる範囲にはなるが、まずは一件、訪ねてみようと思うところがある。まあ正直あまり頼りになるとは思えないが、初めの一歩としては外すわけにはいかないだろう。お前の兄貴がいなくなったのは今から一年前で。おい、どうした？お前に合わせてたら遅くなる。だが、お前がいないと意味がない。だから、こうした方が早い。苦手なんだよ、女にペースを合わせるのが。悪いが、これで我慢しろ。
静かだろう。祭りの後はいつもこんな感じだ。気持ちの整理をするにはうってつけの場所だ。ヤスの役割は、まあ、あんな感じだ。あいつの親父は、警察庁の上官でな。俺の親父とは非常に近しい仲だ。まあ、どちらかというと政治的な意味でだが。そんなこともあって、残念なことに、俺はあいつを子供の頃から知ってる。非常に残念なことにな。だけど、あいつは正直、無能だ。一緒にいて嫌になるほど使えない。さて、ここでクイズだ。この町の非公認キャラ、オクネパンダっているよな。あれ、中に誰が入ってるか知ってるか？正解だ。ま、話の流れからしてすぐに見当はついただろうがな。ん？どうした？ぼんやりして。ちゃんと聞いてるのか？あいつがあんな着ぐるみに入ってる理由。バカバカしい理由だが、カモフラージュだ。あれに入って街をうろうろして、気づかれないようにみんなを監視してるつもりなんだよ。意味がわからないだろう。あと、家具土もな。だけど、そんなのんきなことを言ってられない時もたまにある。あいつ、先日思想組が夜の見回りするときに着ぐるみ着てきやがった。信じられるか？夜中に奥根パンダとばったり会ったら逆に不気味だろう。その場で追い返したら、うなだれて帰ったけどな。そういうやつなんだよ、あいつは。どうした？なんだか嬉しそうだな。なんだよ、別に謝らなくても。というか、よくそう思ったことを口にできるもんだな。俺にはできない芸当だ。まあいい。でも、奴に話を聞いて、かなり前に進んだんじゃないか？俺か？嘘だな。本当は予想してたんだろう。そんな顔をするな。すべてはこの町の、俺たちのせいだ。黙ってようと思ったんだけどな。お前を見てたら、教えてやらないと、と思った。知らねえぞ。どういうことになってもよ。落ち着いたみたいだな。お前の兄貴の件は何か引っかかるな。
もう少し調べてみる価値がありそうだ。待て。し、何か変だ。聞こえないか？社の裏からだ。ここで待ってろ。一人残すよりマシか。わかった。俺の後ろに回れ。音を立てるのよ。いや、何でもない。帰るぞ。行くな。一子。お前は黙って風林館へ帰れ。お前はここにいなかった。いいな。死体だ。人が死んでる。また思想組のメンバーだ。開けてくれ。ちょっと中に入ってもいいか。悪いな、突然押しかけてきて。いや、あれは思想組が引き取った。大丈夫だ。大丈夫なんだけど。言いづらいんだけどさ。付き合ってくれないか。こんな遅くに悪いんだけど、そんなに遠いところじゃない。ちょっとだけ俺に付き合ってくれ。あ？なんだ、その顔は。俺、なんか変なこと言ったか？勘違い？おかしな奴だな。すぐに出られるか。じゃあ、外で待ってる。他の奴らに見つからないように降りてきてくれ。今ならロビーに人はいない。急げよ。ここか。この世で一番落ち着かない場所だ。この世で一番融通の効かない奴が住んでる。そうだ。この世で一番嫌いな名前だ。そうだ。これから親父に会う。
そんなの知るか。親父が一緒に連れてこいって。ああ、もう、うるさい。お前さ、ちょっと質問が多すぎるんだよ。ここは？なんで？どうして？え？ってさ。子供じゃあるまいし、黙ってついてくればいいんだ。本当に分かってんのかな。お前今危ない、質問しちゃうところだったなんて思ってるだろう。お前の考えてることなんか顔見てりゃわかる。わかりやすいくらいだ。だけど、お前が疑問に思うのも無理はない。突然こんなところに連れてこられてるんだからな。お前は、俺のことに巻き込まれてばかりだ。いいか、親父に何を言われても気にするな。何かあったら俺が守る。行くぞ。さあ、今日は悪かったな。お前に関係のないことで嫌な思いさせて。いや、その明日も風林館で働いてくれるか？ああ、親父の指図は受けない。そう言ったからな。だから、明日も手伝ってほしい。今日は嬉しかった。なんでもない。さあ、帰るぞ。お前な、何でもう一回言わないといけないんだ。夜も遅い。早く帰るぞ。そんなわけあるか！どうして俺が夜遅くにお前をデートになんか。いや、大体、夜遅くに男がついてこいって言ってのこのこついてくるなんて、危ないと思わないのか？お前には警戒心とか、そういうものがなさすぎる。そんなんで、よくこれまで無事に生きてこれたもんだな。え？お前、なんだ、その、いや、いい。そんなことよりお前、俺の親父をお父様っていうのはやめろ。おかしいだろう、どう考えても。ほら、またお父様って言った。何がおかしいんだよ。ほら、ドキドキして、あ、いや、ドキドキってそういう意味じゃなくて、親父が怒るんじゃないかと。お前な、
お前、よくそんな笑ってられるもんだな。なんだ、そのわかりやすい嘘は。絶対に笑ってたろ。ああ、もういい。行くぞ。俺はね、死者になってよかったと思ってるんだ。人を殺めることが生きがいになるなんて、こんな素晴らしいことはない。ねえ、君はどんな顔で終わるのかな。もう待てないよ。早くこの手にかけさせてくれ。来ないでって。くー、いい。ガハハ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 。可愛い攻撃だね。いいよいいよ、そうやって赤目のウサギちゃんは逃げ惑わなきゃ。さあ、モノクロの世界、ようこそ。ジ・エンドだね。人間、愚かさも度が過ぎるとろくな死者にならないということか。え？たく、どこまでも世話の焼ける女だ。俺の女に手を出すんじゃねえよ。お前、そんなはずは。思想組はライブ会場に行ったはずじゃ。勘違いするな。俺はもう思想組じゃない。あんな古い妄想に駆られた連中と一緒にするな。死者は葬るつもりはなかったが、お前だけは別だ。お前だけは消す。どういうことか。計算が狂っちまったじゃねえか。お前は人のプライドを捨てた死者だ。俺たちが向こうの世界へ帰らせてやるから、そこでたっぷり罰を受けるがいい。おい、森へ連れて行くぞ。そこにひざまずかせろ。お前ら、何が思想組じゃないだ。俺を狩るなら連中と何も変わらないじゃねえか。
偉そうなこと吐いた割には結局はただの内部分裂、権力争いなんじゃないのか。ああ俺たちは死者を狩る前に考える。死者がどうして蘇ったのか、なぜ蘇らなければならなかったのか。俺はある死者に教わったことがある。いや、彼女は教えたつもりなどないのだろうが、俺は学んだ。カラスマツズリという大きな犠牲を伴いながら、俺が出した一つの答え、それは死者には目的があるのではないかということだ。強烈にこの世にやり残したことがある者が、悲しいことに死者として現れるのではないかと。彼女は、つづりさんは一人残してしまった旦那さんに一言、おめでとうと言いたかった。私に構わず幸せになってと、それを伝えたかった。なーに感傷的になったんだよ、このクソが。じゃあ言ってみろ。俺の目的とは何だ？俺は何をやり残した？どうやら勝手に気がついたようだな。そうだ。それがお前の愚かなこの世への未練だ。俺は お前は人を殺したかったんだ。なんて愚かな理由なんだ。なんてくだらない存在意義なんだ。人を犠牲にすることでしか存在価値を見出せないなんて、それは大きな大きな間違いだ。死者最高だ。俺の存在のすべてを肯定してくれる。生きるために殺す。これ以上の満腹感はない。ゆずき、もういいだろう。こいつに何を話しても無駄だ。こいつだけは、安らかに返すわけにはいかない。そうだな。わかった。お前がこいつを返せ。親父を殺されたお前には、その権利がある。そうさせてもらうよ。そろそろ、お前には帰ってもらう。俺の親父は長いこと、思想組で仮役を務めていた。こいつに殺されるまではね。俺は不幸にも、長いこと親父を誤解していた。その償いを、思想組の意志を、この俺が継いでいこうと思う。ただし、どんな死者も狩るという古い方法は捨てる時が来た。これからゆずき、俺はお前と同じやり方で、親父の意志を継ぐ。だが、つくよみかぐら、お前の蘇った意志は最悪だ。せめて最後は、人としてあの世に帰れ。それが俺たちがお前に言える最後の、本当に最後の言葉だ。何説教垂れてんだよ、この青二歳が。宗介、
なんとか助けたい気持ちはわかるが、こいつには何を言っても無駄だ。お前の親父をも殺した男だぞ。笑わせるね、最後まで。俺を殺人鬼に仕立てるつもりとはな。どういう意味だ。確かに俺は殺したよ。名前は忘れちまったが、あの思想組の女たちをね。死者の俺らの空腹ってのは、お前らが想像する以上にどうにも耐え難いんだよ。だから俺の親父を奥根神社の裏手で。知らねえよそんなの。言ったろ、俺は女しか殺してねえ。男の断末魔なんて興味ねえからな。それよりもいいのか。何がだ。あんたのアシスタント経験不足は否めねえな。俺その新人さん、薪の縛り方しか知らねえんだから。最後まで、ひねくれたやつだ。まったく、お前がこの町に来てから、ろくなことが一つもない。けど、学んだこともある。言われたんだ、つづりさんに。あなた、人を愛したことがないのね。もしかしたら、愛されたことにも気づいてないのかも。図星だった。そう言われて初めて、俺は寂しい人間だと気づいた。俺は誰にも愛されてない。誰も愛せない。この先もずっと一人なんだと、そんな風に思っていた。そこへお前が、一子が現れた。あの時、俺は思ったんだ。こいつに近づきすぎたら、きっと何かが、壊れると。きっと、本能で分かってたんだ。お前が俺の一番に、愛する人になるんだと。だから、怖かった。人を愛したことのない俺が、お前みたいな奴を欲しいと思うなんて、俺に、そんな資格はない。だから、遠ざけた。いろいろな理由をつけて、でも、もうダメなんだ。俺は、どうしたって、俺は、お前に惹かれるんだ。
俺が。イチコ、俺に資格をくれるか、お前を、お前を愛してる。宗助のやつ遅い。一子、俺このまま死んだら後悔することが一つだけあるんだ。いいから聞け。やっぱりいい。もし死んだら、死者になって、お前に会いに行けばいいから。そう、だな。だけど、変なんだ。視界が真っ暗で。なのに、お前の顔だけぼんやり見える。そんな顔をするな、一子。バカみたいに、能天気に、笑ってろ。花巻さん、ゆずきが。ゆずきが目を覚ましました。なんてな、
嘘に決まってるだろう。俺は今、お前がすごく心配になった。そんな簡単に騙されてたら、この先どうやって生きていくつもりだ？言ったろう。人間の本質はみんな愚かなんだよ。どんなニコニコしてても、腹の底では何考えてるかわからない。お前を騙そうと虎視眈々としてる奴らばかりだ。素直すぎるお前は、言われるがままに新聞を4紙くらい取って、勧誘されるがままに生命保険にも5つくらい入り、知らない人から高価な壺を10個ぐらい買わされるな。訪問されるがままに乳酸飲料を毎日売りつけられ、クレジットカードを10枚くらい持つ羽目になり、そしてせっせと貯めたポイントを使わずに期限切れ。さらにくだらない男に捕まって結婚。男は全く働かず、家計はお前が支える羽目になる。俺にはお前の未来が見える。完全にお前は、あり得るな。かなりの高確率で。いちこ、ありがとう。それから、悪かった。お前に怖い思いをさせた。お前を守れなかった。まったく、我ながら自分の力のなさを呪うよ。お前に心配かけるなんて、本当に情けない。わかった。お前がそう言うなら、そう思っておく。だけど、お前こそ、いいのか？さっき、ヤスから聞いた。お前の兄貴の遺留品、っていうか、出てきたんだろう。つくよみのバッグから。言ってみろ。俺が聞いてやるから。なんだ。なんだ、そんなことか。確かに。それは大きな穴かもしれない。だが、生きていれば、何度も心に穴が開くものだ。そうだな。俺はずっと人間は愚かだと思ってきた。だけど、少しだけ違うかもしれないと、ここ最近、思い始めてきた。人間は、弱いんだよ。弱いからすぐに傷つく。どんなに強そうに見える人だって、心にぽっかり穴が開くことがある。それを必死になって見せないようにしてるから苦しいんだ。だけど、その穴を埋めていく作業は、実はそんなに難しいことじゃない。自分一人で埋めようとするからダメなんだよ。
俺は一人でどうにかなると思ってて。だけど結局お前が埋めてくれたんだ。だから俺じゃダメか。俺がずっとお前のそばにいてやる。俺が少しずつお前の穴を埋めてやるから。俺のそばにずっといろ。どうした？なんだ？この前のキスでも思い出したか？お前を愛してる。じゃあ、言うから、ちゃんと手伝えよ。あの時は真剣に思った。このまま死んだら後悔するなって。それは、お前と毎日、キスしたいってこと。これで二度目だな。一子。愛してる。